サスケ、お前は今どこにいて何を考えてんだ。お前は兄貴のイタチを倒した、復讐をした。なのにサスケ、なんで木の葉に帰ってこねえ。今は少し話でもどうだ、渦巻きナルト。てめえは暁。ああ、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面、あの時九尾を操り里を襲わせた黒幕がいたんだ。そしておそらくそいつはまた里を、それがもしかしてペインなのか。いや違う、ペインはそいつに利用されているだけだ。じゃあ一体誰なんだ、ペインを利用してる黒幕って。暁の一人、面をしている男だ。お前が九尾事件の。おう、そこまで知っているとは驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ、一番悪いのはお前だってな。四代目湊か。まさかここで暁と遭遇するとはな。さすがはシャリンガンのカカシ、思った以上に嗅ぎつけるのが早い。お前は一体何者だ。俺のことを知りたいか。まあいいだろう、別に隠す必要はないしな。俺は内葉マダラ。内葉マダラだと。バカな、マダラはもう死んでいるはずだ。それはお前たちの勝手な思い込みだ。俺は生き延び今ここにいる。そんな、そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人で九尾を取れると思っているのか。今の俺にはその気はない。ただ渦巻きナルトと話をしに来ただけだ。話だと。ペイン・ナガトを裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケねえ、確かにあいつは今暁が預かり、そして俺の思うがままに動いて。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ。来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力見せてくれ。
めえら暁は俺がぶっ潰してやる。ペイン・ナガトを倒した力見せてもらうぞ、ナルト。任務開始。うわ、壁を抜けた。待ち上がれ。さて、まずはこいつらを相手に見せてもらおうか。えっ、あれ、ナルト、マダラは後だ。先にこいつらから片付けるぞ。え、でもカカシ先生、マダラの能力を考えると焦る気持ちもわかるが、今わかった。ダメだ。え、これ、あのマダラってやつの体一体どうなってるの。体を消しているのか、幽体化しているのかはわからないが、何にせよ相手が仕掛けてくるときは実体化する必要がある。ってことは実体化したときを狙えばいいってことか。ああ、そういうことだ。渦巻きナルト、お前はサスケのことを知りたいようだが、サスケのことを話す上でイタチのことは避けては通れない。まずはイタチの真実を知る必要がある。イタチの真実。イタチによるウチハ一族の抹殺は任務だ。任務の遂行と引き換えにサスケは生かされた。冗談はよせ。そんな話は信じられない。そうではない。それがイタチの真実。イタチはサスケのため、この葉隠れの里のために死んだ。嘘だ、そんなのデタラメだ。一体何のためにそんな任務が下される。当時ウチハ一族はクーデターを企んでいたのさ。ナルト、強くなったな、本当に。どうだ、ウチハマダラ、まさか本当に生きているとは。くそ、逃げてねえで出てきやがれ。ラフェンガン、どうだ、ラフェンガン、こら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 、俺たちも舐められたもんだな。大金、大金パチンの術、てめえらには用はねえ。おお、思ったより早かったな。それでは次は俺直々に相手をしてやろう。そこか、本当は。さっきお前が話していたこと、それが事実だったとして、それをサスケが知っているなら、なぜ暁に手を貸す。あいつならイタチの意志を継ぎコノハへ帰ってくるはずだ。サスケの師として友として、お前らはサスケの本心を分かったつもりでいたんだろうが、とんだお門違いだ。本物だよ、本物の復讐者だよ。彼は、お前がサスケをそんな風にしたのか。いや違う、サスケ自身がそう選択したのさ。嘘だ。サスケは復讐を選んだ。本心はこちら側の人間だったのさ、ウチハ一族。そしてイタチを追い込んだコノハへの復讐、それがサスケの今の目的だ。な、これぐらいでいいだろう。任務達成。
なるほど。お前の力。なんで、だってばよ。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内葉の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖、陸道仙人の時代から続く、憎しみの呪いなのだからな。憎しみ？呪い？かつて、陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し、共に成長した二人だったが、彼らの兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だとさ。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫。兄の子孫は後に内葉と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住。つまりは。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も渦巻きなると、お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた。次の二、サスケは内葉の憎しみをすべて背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつける最も強い武器であり、友であり、力である。憎しみ。それが。憎しみが、サスケの人道だと。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺が長きにわたる因縁の戦い、内葉の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。先輩。
最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ。それがサスケの人道なのだ。サスケ、お前。もう、直接会ってみるしかねえんだ。ナルト！あれ？さくらじゃん？なんでこんなとこに？あんたに、話があるの。え？今だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。別に何も。ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケくんのことが好きだったけど、でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私は、そのことに気づく。私は、ナルトさえいれば。だからナルト、あんたももう、サスケくんを追うの、やめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったら、もう、いい加減にしろ、さくらちゃん。俺は、自分に、私が、自分に嘘をついてる。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんには、そういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は、もし、仮にさくらちゃんがそう思っていても、俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは、俺のためでもあるんだ。もういい。さくらちゃん。さっきのさくら、何かあったのか？そうか、そんなことが。一体何がしたかったんでしょうね。さくらは無意味な行動をしないことは、何かしらの意味があるはず。意味っつっても、さくらちゃんと話したのはサスケのこととかで。サスケか。ナルトの話を聞くに、さくらには何かしらの大きな覚悟が感じ取れた。そしてお前への告白、サスケのことを諦めるという発言、まだ断定するには早いが、今までの言動からあることが可能性として。あることって？さくらは自分の手でサスケとの関係にけじめをつけようと考え、つまりさくらはサスケを倒すためにここまで来たってことですか？ああ。なんでそんな。さくらちゃんは
サスケのことが大好きなんだ。お前も知っているだろう、サスケの始末が許されたって。もう木ノ葉はサスケを容認できなくなっている。木ノ葉ではサスケは犯罪者だ。さくらはそれぞれの立場や状況がわからないほど子供じゃない。でもさくらちゃんはあんなにサスケのこと大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを。そんな、ナルト。